こんにちは、亀山ライダーです。ちょっとお久しぶりです。皆さん変わらずお元気でしょうか。しばらくネタがなかったんですが、先日秩父の山奥にある日実鉱山の廃墟に行ってきました。今回はその動画をお届けします。廃墟には一人で行きましたが、今回も途中までレブルの友人と走ってきました。途中に気になるスポットがあったんで、まずはそちらを紹介します。ルートです。今回は関越自動車道を鶴ヶ島インターチェンジで降りて、ここのガストで待ち合わせ。鎌北湖に向かってから奥武蔵グリーンラインを通って武蔵横手駅駅前の国道299号に抜けるルートで秩父に向かいます。地図のここは何でしょう。拡大します。駒川に架かる橋なんですが、昔通った時に珍しい橋だった記憶があるんですね。もう一度通りたくなったんで行ってきました。それではご覧ください。それかな、これなんて読むんですかね。高い綺麗の例で、なんだろう、駒川、駒川通行止めって書いてある。あれ嘘、とんでもない橋なんじゃない。1トンと 1.5 メーター以下じゃないと通れないんですけど、あ、完全に通行止めになっちゃってる。あ、崩れてる。なくなってんの。台風でってことか。じゃあこの1年前の。そうだね、この壊れ方はそうでしょう。感じ的にはもう結構古いよねこれ。いや、あのすんごい面白い橋だったんですけどね。これすげえな、流されてる感じじゃないの、こっちから。なんかもう映像では分かりにくいと思うので写真をご覧ください。こちらです。上流から下流に向かって橋が押し流されてしまっている状態でした。いきなりこれかよって話ですよね。3年前にここを走った動画が残っていたんで、そちらをご覧ください。こんな感じで橋の表面が木でできていて、両サイドには低い柵、川を近くに感じられる橋でした。橋を管理する日高市のウェブサイトによれば、現在復旧に向けた準備を進めているってことです。面白い橋だったんで、できれば元の橋に近い形で復旧してくれるといいなって思います。これはまあ一発目からこけましたな。埼玉そんなひどかったの、去年の台風。ああ、そんな感覚なかったけどね。これでも渡れないとどう迂回すりゃいいんだろうな。結構渡らなきゃいけないのは確かなんですよ。どこかにあるでしょ、こんな橋はね。はい、わかりました。まあちょっともうちょい先の多分線路を越えたところに。というわけで、ここが通れなかったんで迂回して県道74号で行きました。まあ普通こっちだよね。次の目的地は鎌北湖です。今ここは鎌北湖に向かう一本道、県道186号線です。で、もうここが鎌北湖です。あ、もうそうなんです。あれ、え、池がねえじゃん今度は。え、池がねえんだけど。え、どうしたの。いや、ここは池だったんですよ。え、え、乾いてるよ。池がないんだけど。何これ。ここまで行ってみる。ちょっと意味わかんないんだけど、なんで橋がなかったり今度池がなかったりするの。ここは何だったの。え、これ湖だよ、ずっと人造湖で。で、あのヘラブナがよく釣れるってことで釣りをね、みんなしてる、そういう場所なんだけれど。なんもないやん。受けるね。え、なんで。でも人それなりに来てるんだね、ドライブで。ハイキングコースとかあるんですけれど、いや、それよりでもここすごい釣りのメッカなんですよ。だって釣り餌をこの辺で売ってるのとかあったのに。ほら、このため池は農業用のため池で、ヘラブナ専用釣り場です。自由に釣りはできないので入業券をお買い求めください。ここは2年ぶりに訪れていて、2年前は水があったのでどういうことか調べてみました。鎌北湖は農業用の貯水池として作られた人造湖で、正式名称山根ため池と言います。湖の規模は周囲約 2km、 水深 20m、 貯水量30万立方メートルです。この湖が作られた経緯なんですが、1929年にアメリカで起こった世界恐慌の対策として行われた公共事業で作られたってことなんですね。景気対策に公共事業を行うっていう、よく聞くあの話で。完成したのが1935年ってことで、今から約85年前と古く、平成25年に耐震調査を行ったところ、堤体の耐震性が基準を下回ったため、現在耐震対策の工事が行われています。2019年10月に水抜きが開始されたということで、今水がないのはこの工事によるものでした。
ちなみに今回の動画は廃墟がテーマになってますが、今画面の奥に映ってるこの建物、廃墟だそうです。心霊スポットで有名みたい。行きたいような行きたくないような。まずこんなに深かったこともびっくりしました。もっと浅い池みたいな感じだと思ってたんですけど、相当深いですよねこれ。いきなりあの段をね、何段かは降りれる感じだったな。こんなの見えてなかったと思うけどな。どうだったかな。あ、ここを遮ってたのかな。じゃあこの高さぐらいまでは。ちょっと2発連続で空振ってんのもなんかこれ大丈夫かなと思うね。日地つなくなってたらどうしようみたいな。まあそうなんだけど、まあそりゃそうだけれど、衝撃的ですね。もともとしてたらきっと、あのこのあれだね、この木も桜が咲くんだよね確かね、これね。だから結構その春とか皆さん季節だと思うんですけど、あとあそこにね湧き水があるんですよ。あ、湧き水も止まってる。止めてるんだ絶対。どっかもっと手前で。湖に来て水がないって、そんなことできるんだね本当。まあ意外にすぐできる感じじゃなかった。さっき令和3年1月っつったよね。令和3年って今年令和2年でしょ。来年もねちょっとできるってことだよね。やっぱあれですね、景色ってのは変わってくもんだよ。ということで鎌北湖でした。この後は鎌北湖の西側から奥武蔵グリーンラインを通って国道299号に抜けます。この鎌北湖から秩父にかけて林道がたくさんあるのだけど、それらを総称して奥武蔵グリーンラインと名付けられています。今回主に走るのは林道中野線になります。途中に分岐がいくつかあるので曲がる地点をなぞりながらお届けしますね。はじめは鎌北湖第二駐車場を過ぎたところにあるこの分岐。こっちでいいの？こっち行きます。ここは左側です。ここから先が林道権現堂線になります。すぐ先のこの分岐ですが、直進はお寺、右は民家で行き止まりになります。道なりに左折して進んでください。 1.2 キロほど登って次はこの分岐です。左に行くと宿屋権現堂線という林道になります。ここも道なりにまっすぐ進んでください。さらに600メートルぐらい進んだ先に林道清流線との分岐があります。ここは以前から封鎖されていたと思いますが、開いていたら間違えないように右側を進んでください。ここまでずっと上り坂で最後の分岐がこちらです。右は引き続き林道権現堂線で、道はまだまだ続いてます。左が国道299号に向かう林道中野線です。今回はこの中野線でまっすぐ国道に向かいます。中野線に入ってからすぐのところに眺望の良い場所があったので紹介します。中野線の起点から300メートルぐらい入ったところです。地図上のこの辺り、ヘッドライトつけたのかっこよかったね。なんか変ヘッドライトがついてる方がやっぱ鼓動感が生きてる感が、ヘッドライトついてた方がかっこいいですよね。中野線で眺望のいいスポットはここだけでした。お見逃しなく。いやいい景色だったわ。中野線はこの後国道まで下りの道になります。この道も途中に林道の分岐があります。こういうね分岐があるんすよ。ここは林道土山線ってことです。短い行き止まりの林道みたい。奥武蔵グリーンラインの林道は全て舗装林道ってことですが、ちょっと走っただけでもこれだけたくさんの林道があるんで、また別の機会にレポートしたいと思います。後半は背の高い木が増えて森林浴をしながら走ってるかのようでした。関越自動車道側から秩父に向かう場合、どこかで峠を越えることになると思うのだけど、今回のルートはおすすめできると思いました。よかったらみんなも使ってみてください。最後は西武池袋線武蔵横手駅の前で国道299号に接続します。これが駅か。うん。さて最近よく動画に出てきたこのレブルですが、 SR に乗り換えるってことでこの日がラストランでした。思い出に残しておきたいということなんで、前を走ってもらっていつもより多めに手を振っておきました。本人には言っておりませんが、この道でいっぱい野営があったのは僕のおかげです。返してくれた皆さんありがとうございました。この国道299号っていい道ですよね。僕は埼玉の道志道みたいに思ってるんですけど、皆さんはどうですか。この後ですが、レブルの友人は200キロ制限ってことでお昼を食べたところで解散です。じゃあお互い気をつけて。はい、うん、気をつけてね。ほんとそっち、はい、多分 SR になったらもっと走らないだろうから、ずっとこのパターンかもね。僕はこの後冒頭でお伝えした日津鉱山の廃墟に向かいました。
この動画でお届けするつもりでしたが、思ったより動画が長くなってしまったんで、動画を分けて次の動画でお届けしますね。まああんまり廃墟なんかに一人で行きたくなかったですけれど、面白い景色の多いところだったんで楽しみにしていてください。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。仮面ライダーでした。バイバイ。